熊本ラーメン。熊本ラーメンは、熊本県熊本市を中心に作られる豚骨ラーメン。豚骨ラーメン発祥の地である、福岡県久留米市から、熊本県玉名市を経て、熊本市とその周辺地域に伝播したラーメンである。玉名ラーメンや、博多ラーメンに比べると太い麺を使い、また、スープに鶏ガラが加わるのが特色である。スープには豚骨に鶏ラを使うが、 豚頭骨のみでスープを取る店も少なくない。また、スープにチップ状に下揚げニンニクや、まあ油、フライドガーリックなどを入れるのも特徴である。このため、豚骨の悪が強い博多ラーメンなどに比べマイルドな味わいとなっている。くるめラーメン、玉菜ラーメンとの最大の違いは、スープを当日に使い切り、継ぎ足しがない点にあるという。これによりワイル、いわゆる、 豚骨臭を抑いている。麺は低下水の中太とストレート麺を使い、やや固めに茹で上げる。具材には、台湾風に味付けされた煮卵や、キクラゲ、チャーシュー、メンマ刻み小ネギ、もやし、海苔等が用いられる。中には、豚肉の角煮、キャベツ、高菜等、店によっては、紅生姜や、生ニンニクが入る。昭和28年秋に、 木村はじめが松葉県を熊本市内に昭和29年には山中康都市が小紫をオープンさせる。竜団幸は昭和30年から経過で調理を務めていたが、後に独立して味鮮を創業する。なお、ニンニクをラーメンに入れるという手法は経過時代に龍が開発したもの。この三人はもと不動産業、中古車販売業を営んでいたが、 昭和28年に北部九州を襲った白川大水害によって頓挫する。この時に3人は昭和27年に国鉄高瀬駅前に出店し人気となっていたラーメン店39を訪れた。3人はそのラーメンに感銘を受け、ラーメン店を新たな商売として始めることとした。現在では熊本市内を中心に広く食されているほか。 経過や小紫が関東に進出し、また味鮮ラーメンが中国で多くのチェーン店を展開するなど、熊本県外への進出も見られる。ありがとうございます。